キュートです。ということで今回は、せっかくの脈割りを脈なしに変えてしまう意外な行動を3つ紹介します。脈なしを脈割りに変えるのってすごく難しい。でも脈割りを脈なしに変えてしまうのは一瞬です。もしかしたら好きな人とうまくいかない原因は、脈割りだったのを気づかないうちに脈なしに変えてしまっているだけの可能性もあります。本当は出会った時から脈割りだったかもしれないのに。そしてこれから先もふとした時にやってしまうことがないように、誰もが今日から気をつけられるものを3つ紹介します。で、多分この動画を見ている人は、マナーだったり、自分がされて嫌なことは人にしないような人だと思うので、そういう話は一切しません。自分が相手にされても嫌だっていう認識はしてないけど、実は無意識レベルで相手との親密度が下がってしまう。そしてその行動のせいで相手のことを好きじゃなくなったんだって気づかないような行動を3つ紹介します。特に3つ目は相手が好きな人ほどやってしまいがちです。まず1つ目、会話中にスマホを触る。もちろんスマホをがっつり使いながら好きな人と話す人は少ないと思います。ただこんな感じの、へえそうなんだ、あ、ごめん、なんでもないってやつもアウトです。こうすると、相手との信頼や親密さが損なわれ、さらに会話への集中力がお互いに下がってしまうことが分かっています。これはコロンビア大学の研究でも明らかになっているものです。会話への集中力が落ちると、相手の言ってることが覚えていられなくなり、この前言ったことを忘れちゃったの?みたいになっちゃいます。あとは、相手が質問してほしいことにも気づけず、会話が、へぇ、そうなんだ、なるほどね、しか言えなくなります。ただこれ画面を見てなくても、会話中にスマホを取り出すだけでも、机の上にスマホを置いておくだけでも集中力を下げ、しかもご飯デートの時に机の上にスマホを置いておくだけで、食事への満足度もお互いに下がってしまうことが分かっています。なので気をつけるようにしましょう。次、脈割りを脈なしに変えてしまう意外な行動の2つ目は、相手に親切にすることです。厳密には頼まれていないことをやってしまうとマイナスな印象を与えてしまうということです。例えば相手の課題をやってあげたり、仕事を勝手にやってあげると相手の自尊心を傷つけてしまいます。これはミシガン大学の研究でも明らかになっているものです。じゃあ相手から頼まれなかったら何もやらない方がいいのかっていうと、そんなことはなくて、要は相手の自尊心を傷つけずに相手を助けることができれば、マイナスな印象を与えず、相手にできる男、できる女だと思ってもらえるということです。なので相手がやろうとしていることではなく、相手がそもそもやろうとしていないことを手伝うんです。例えば好きな人と一緒に企画を用意していて、相手が元から用意する予定ではなかったものをサプライズで用意してあげるとか、付き合って同棲してるんだったら、相手がしばらくはやる予定のなかった排水口の掃除をしておくとか。そうするとやる予定のものじゃなかったので、相手の自尊心を傷つけず感謝だけが残ります。サプライズとかも相手が用意していなかったものなので、ここに含まれます。なのでまとめると、相手がするべきことや相手ができるものは頼まれていないならやらないのが吉。プレゼントだったり、相手が思いついていないようなことだったらやるのはありです。最後、脈割りを脈なしに変えてしまう行動3つ目は、相手を褒めることです。えって思いましたよね。実は褒めるのって会話テクニックにおいてめちゃめちゃ高等テクニックで、普通に褒めても相手にプラスな印象を与えません。なんでかっていうと、そもそも褒めるのって上の人が下の人にやる行為なんです。先生物知りですね、これは尊敬。先輩結婚されたんですね、これは祝い。オリンピック優勝したんですが、すごすぎます、これは称える。こういった尊敬、祝い、称えるなどは、目下の人が目上の人にやることがあっても、勉強できて偉いわねって親が子供を褒めたり、君の活躍は目覚ましいものだって上司が部下を褒めたりするのは、上から下にされるものなんです。だから対等な恋人関係や好きな人との関係で褒めるって行為自体やるのがおかしいんですよ。似たようなことがアドラー心理学でも言われています。褒め方によっては、私の苦労も知らずになんで俺は評価対象にされてんねんと思わせてしまいます。だから褒めるのではなく、敬意を示す、感謝を示す。あとは敬意を示す時の注意点は、〇〇ちゃんより、俺なんかよりと誰かと比較して敬意を示すのはやめましょう。これは相手に申し訳なさを植え付けてしまい、逆効果になってしまうことがあります。周りと比較せず、ただ自分の気持ちや感謝を伝えるんです。以上、脈割りを脈なしに変えてしまう意外な行動参戦でした。で、動画の最後にみんなにお願いがあるので、このまま動画を見進めてください。では先に今日の内容を振り返ります。脈割りを脈なしに変えてしまう意外な行動参戦は、1、会話中にスマホを触ったり、見えるところにスマホを置くこと。2、言われていない親切をしてしまうこと。3、褒めること。これで脈割りを脈なしに変えてしまうことは限りなくゼロに近づけられました。あとは祈るだけです。そこで唱えると告白されるおまじないに関する動画をぜひチェックしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。で、お待たせしました。最後にすごく大事な話をします。この動画で褒めちゃダメって話をしましたが、僕に関しては褒められるのめちゃめちゃ好きだし、全然評価されてもムカつかないし、他人と比較して褒められても1ミリも申し訳ない気もしないから、もうね、ガンガン褒めてほしい。ぜひね、たくさんの褒め言葉をコメント欄でお願いしますっていう話でした。それではまた次の動画で会いましょう。